デスマス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 、こんばんはマス。チッチリチー、イエーピース。夕飯は何食べたの？今日は豆乳スープともやしと鶏ガラとナムルでチーズでってやったやつとチョコデニッシュパンです。ああいう組み合わせって感じやけど、食べたいものを作って食べたって感じ。チョコデニッシュは菓子パンなんで作ってないやつですけど、硬いやつですけど、その2つはあのなんだっけ、その19時の配信の前にピュピュッと簡単に作れるので、簡単にピュピュッと作って食べてって感じって感じです。待って、これでいっぱい食べてんねんや。マジ全然食べてないんやけど、私の中で。私の中じゃ今日少ないなって思ったんやけど、みんな割としっかり食べてるって思うんや。私めちゃ少ないって思ったんやけど、今日は割と頑張って控えめにしたつもりやねんけど。そうなんや。そっか。じゃこれ以上に人って食べないんだね。少ないね、みんな。そんなので元気が出るんですかね。胃袋ちっちゃいのいいな。ボンボロニーっていう菓子パン、美味しかったか食べてみて、調べてみるわ。なんだそれ、初めて聞いた。ちょっと待って、ボンボロニー、これファミマ。美味しそう。でもドーナツ系だね、ドーナツ系だね。美味しそう。待って、そんだけ食べてもって、こんだけしか食べてないのにそんだけ食べたって言われるんだ。私のずれてんのかな。みんなどんだけ小食なの。じゃあじゃあ私人とご飯行けないわ。だって食べなさすぎて自分が食べれないもん、そんなの。いっぱい食べる人とじゃないと無理じゃん、そんなの。自分より食べいっぱい食べる人とやっぱり行きたいよね、ご飯って。自分より食べない人とちょっと気使わない、シンプルにね。何人もいるうちの一人とかだったらいいんだけどさ、うちと一対一とかだとね、ちょっと気使うよね。なんか申し訳ない、なんかめっちゃ食べちゃってみたいな。そんなに食べてないんだね。でも確かになんかメンバーのストーリーとかツイッターとか見てても、ご飯こんだけなんだって思うことめっちゃ多い。少なって思っちゃう。そう、
全然食べてないんだなってすごいって思っちゃうことの方が確かに多いかも。うちがね結構食べちゃうからお腹いっぱいなんのかなってめっちゃ思っちゃう。その時の一瞬は多分あの量でお腹いっぱいになるんだけど、でもさそのさ2時間後とか絶対お腹空くよね。まあ私の場合はですけどね。ねえ、一日一食とか死んじゃうんだけど私ダメだわ、もうお腹すきすぎてってなっちゃう。いや忙しかったらいいんですけど、もう超仕事とかだったらいいんだけど、暇だと家にいると食べちゃうから、仕事が忙しくて食べる暇がないんだったら一日一食とか全然ある。あんまないか。でもなんか一日一食、その活動してる時に一食しか食べてなくて、もう家帰ってきてそれこそ24時前とかにさ帰ってきて食べるみたいな、まあ言えば2食なんだけど、その活動してる朝から夜までは1食。あの忙しいとね、食べるタイミングなかったりとかするとさ1食になっちゃうけど、でも帰ってきてそのレッスンか何ならイベントか帰ってきて、まあ23時とか4時とかに食べる。でも消費してるからいっかって思うだから痩せないんだけどね。まあでも別にいいんだ、うん別にいっかなって。めっちゃ太らなきゃ、めっちゃ太らなければ別にいっかなって思ってねなんか私のなんだろう見た目的になんだろうね、太っても痩せてもあんまりね他人からは気づかれない。なんかそれこそ親とかはちょっとやっぱり丸くなっちゃったりとかすると、ちょっと最近丸いよとか言われるのね。けどなんかメンバーとかスタッフさんとかには痩せたとしても痩せたねって言われないし、太ったとしても太ったねって言われない。そうでも増減4キロぐらいかも、変動があるの。一番アイドルになった分痩せた、うん多分4キロか5キロぐらいしか落ちてなくて、で逆に戻ったとしてももうそれぐらいの元の体重ぐらいまでしか戻らないから。そうかといってな、例えばじゃあこう普段の平均があってもう何だろう2キロ痩せたとしても2キロ太るぐらいかなっていう感じ。なんか真ん中がこんな感じだと、まあ大体この感じ、これぐらいしかあまり変わらないから。そうね、だから逆になんかそう仰天ちゃんはちゃんとそういう管理ができてるよねって褒めて言うならばそう言ってもらえるかな。仰天ちゃんってこうあんまり急激に太ったりとか急激にめっちゃ痩せちゃったりっていうことがないよねって言って、だいたい同じぐらいをずっとこうキープしてるよねって言って、そうよく言えばね、悪く言えば痩せたとて太ったとて分からんのですけどそうそうそう、よく言えばですけどね。
まあだからアイドル辞めたら太るですね、こういうタイプの人は。家にいる時ほどよく食べて、仕事してる時ほど食べないので、アイドル辞めてイベントとかコンサートとか劇場とかがなくなって、家にいる時間がすごく長くなってしまって、たまに仕事とかになったらなんか多分太るタイプだと思います。最近ビュッフェスタイルのレストランとか行きましたって。行ってないっていうか、もう外食してないビュッフェスタイルのレストラン行ってないっていうか、レストラン行かないし普段、普通に何外食しようってなった時に。うん、今ぐらいがちょうどいいでしょ。うん、今はね、どっちかっていうとね、標準、自分がいいと思ってる標準より若干太ってるよ。若干重たい、体の体重で言ったら若干重いです。うん、そう、若干重たいですね体重は体重はね、そう、もうしっかり食べてるからねしかもお話し会とかさ、帰ってきてから食べてたりとかするとめっちゃ遅いんですよ、時間がね。そう、ポッキーにならないよ、絶対なれないよ。だって私骨太いもん。あれ、ポッキーになる人ってもともと骨が細いんですよ、そもそもの軸が細いから。痩せてもうある程度の皮と骨ぐらいになると細いなって感じるんです。私は骨がしっかりしてるから、動画骨と、うん、ある程度の身とってなったとしてもそんなに細くはならないです。もうそれはもう骨格の問題なんであれなんですけど、食べなくても体重が増えて困ります。だってそれ逆に食べてないからじゃないの。食べないと逆に脂肪を蓄えよう蓄えようってして、ちょっと食べただけでもすごく 太っちゃう。なるから消費できないの、体が。でどんどん不健康になってきて、なんか痩せたとしても何、見た目が不健康、なんて言うんだろう、健康的な痩せ方、なんか大丈夫、ちょっと痩せすぎて怖いんだけどみたいな、やつれ方の疲れてるような痩せ方をするから、絶対ご飯は食べた方がいい。それをなんか気にするんだったらヘルシーなものを食べればいいんじゃない。そのなんかその好き嫌いは私みたいにあるかないかわかんないですけど、なんか和食とかメインは大体魚とみたいな、まあ、ご飯もなんていうの、あの玄米とか雑穀米みたいな、白米じゃなくてにして、お野菜から食べてとか。なんか私みたいに生の野菜があんまり好きじゃなかったら、私は普通にあの豚こまとか買ってきてさ、こうやって湯がいてキャベツと一緒にごまだれ食べたりとか、あとは今日の豆乳スープみたいに、そういうお味噌汁とかスープとかにぶち込んで、あのお野菜をいっぱい取るとか、そういう風にした方がね、いいよ。食べないってマジで一番太るし、何、体の免疫落ちるし、ね、なんか本当に行き過ぎたら何食べてもお腹痛くなっちゃったりとか、胃がね消化できなくなっちゃってくるんですよ。そのもう
食べないから胃がその消化機能を消化する力を失っちゃうから、そうなってくると大変大変じゃない。男の子は関係ないかもしれないけど、女の子とかだとさ、このなんか若いうちにめっちゃ過度なダイエットしちゃったりとかすると、大人になってからっていうか、そのまあ例えば結婚して例えば家族が欲しいなって思った時に、そういうのが授かりにくくなっちゃったりとかするから、不健康なのは本当にやめた方がいい。そう、でも本当そういうのってさ、いっぱいさ出てくるじゃないですか、なんか体験談とか、本当にやめた方がいいですよみたいな。本当になんか経験者は語るじゃないですけど、そう、経験した人がそう思ったっていう、その本当に後悔してますみたいなの、やっぱりうんと、ちゃんと過度なのはやめといた方がいいと思う。まあその人の考え方にもよりますけどね。そう、一生独身でいいんですみたいなのだったら全然いいと思うし、今が全てなんでって思うんだったら、そのそれでもいいと思うんですけど、何分までだっけ私、半か、あ、え、あと10分だわ、割とすぐですね。 あと10分でしたわ、早いですね。早いですね。まあ今日ももう終わりますね。もうだって21分ですもん。21分ですもんね。21分で21時ですもんね。それは早いですよ。よし、じゃあちょっと教えて仰天でもやろうかな、この空いた時間にね。教えて仰天やりましょう。よしよし、あ、いててててててて、てもういてて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 、こういうので便器打つんですよ私。あー狭い狭い、うん、よいしょ、いてててててて、もう足が痛い、よいしょ、体育座り。ちょっとね、もうまっすぐ向けないんで狭すぎて、ちょっと斜め45度向いて喋りますけど、いきますね。先日仕事の先輩から教えてもらったんだけど、香川県産、今はアマゾンオリーブ、オリーブサーモンと売り出してきて、次にチョウザメを養殖してキャビアを生産しているそうです。ゆりなちゃん知ってた？だって、知らなかった。ちなみにゆりなちゃんキャビアあんまり食べれないってか、食べたことないし、でも絶対キャビアってあのその海鮮の仲間だから食べられないって思ってます。はい、会社に行くときにテンションを上げていこうということで AKB のかっこいい曲選抜を選びました。自分が選んだのは9曲で10曲にしたいから、この曲以外でゆなさんがもうテンション上がられたのか。ですね、なんだろう、
ションが上がる曲か。いやもうテンション上げたいんだったらもうハイテンション入れたらいいんじゃないかな。まあでも違う曲だとしたら何だろう、何がいいかな。あでも今は夏だから、夏とかだと真夏のサウンズグッドとかいいんじゃない。ほら今夏じゃん、暑いしさ、なんか真夏のサウンズグッドってこう結構さ、へーへーって感じやん、結構ノリノリになれるんじゃないかなって思うんですけど、まあ夏限定ですけど、どうでしょうか。こんな感じでよろしくお願いしますね。あこれもなんか読んだ気がするんだけど違うか。サンリオキャラクター大賞ずっとしてますか、イネちゃんも投票してますかって。あこれしてたよ、うちもしてました、してました。前に流行ってたものなんだけど、ローラルに聞こえる人もいるし、ヤニって聞こえる人もいるけど、イナちゃんは何に聞こえる、俺はローラルに聞こえるのって何これ。 YouTube 見てねってこと、今見れないからね、後だなこれは、後ですね、後ちょっとすいませんね。次イナさんはこのカップラーメンをしていますか、豚骨味だか。イナちゃんもえ豚麺、豚麺めっちゃあれじゃん、懐かしい、なんか駄菓子屋思い出すやん、豚麺とか超食べてたよちっちゃい頃、懐かしいね、豚麺あったわね。はい次、些細なことで申し訳ないんですけど、皆さんがいくつかびっくり仰天があると思うんですけど、どっちの感じが正しいとかありますか。いや正しいとかは特にないですね、なんなら正しいのはこっちのあの本当にあの仰天ニュースの仰天が正しいんで、私が使ってる仰天ってこれ名前にかけてるだけで、名前にかけてるだけで勝手に仰天ってやってるだけなんで、本来の仰天はこっちなんで。でちなみにこのツイートはなんでこっちの仰天にしたかっていうと、まあ仰天ゆりなって名前じゃないですか、がびっくり仰天ってあのガチの本当のびっくり仰天の方にしたかと、あの私の名字の当て字をあえて使わずにガチのびっくり仰天をあえて使っただけで、普段私がよく多用してるのは名字の方のびっくり仰天をよく多用してます。まあこの時はなんかちょっとあえてあの本当の仰天の方を使ったっていう感じですかね。まあでも特になんかどっちがどっちとかないと思います、正しい感じはあのこっちですね、あの仰天ニュースの仰天です。じゃあ次教えて、あ間違えた、アイスをついつい買ってしまう季節になりました、イナちゃんアイスクリーン食べたことがありますか。アイスクリーンってこれあれじゃない屋台とかさ、屋台とかなんか運動会とかで食べるアイスクリームの、アイスクリームのやつかな。あでもなんかこれを買ったことはない、でも屋台とかはよく食べたことありますね。ゆりなちゃんスマートフォンいつからの写真が入ってますか。携帯変える、この1個前の携帯の写真からかな、あんまり古い写真は入ってないです、だからほとんど古い、あんまり古い写真もちょびん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 しか入ってない、だから最近の写真とかしか入ってないですね。あれこれなんか喋った気がする、気のせいか、チョコまみれだと思ったら違った、だってじわるバターだって、チョコじゃないから興味ない。えこのじわるバター私あのありますよ、家に食べましたよ、美味しかった、まあ、でもチョコまみれの方が好きですけどね。でも普通に美味しかったです。じゃあ次がもう26分なので最後にします。今日公開されたジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡の写真ですが、あそこに光るものが全部違う銀河たちの太陽だそうだ。
ゆなちゃん宇宙生命体がいいと思うって。どれが、どれが何、どれが太陽なのこれ。これ全部が太陽ってこと。めっちゃ太陽あるじゃん、すんごい。でも宇宙人いると思うって、私いると思うよ。うん、宇宙人いると思う。だってさ、宇宙人からしたらうちらが宇宙人だもんね。しかもなんて言うんだろう、なんかその一応この地球しか人が住める環境っていうのは特にないけど、でもうちらと同じような人間と同じ、何、なんか生命体じゃないかもしれない。めっちゃ特化してる、なんかしてるさ、なんかそういうのかもしれないし。そうだから、なんかね、どういう形かは分かんない。その見た目とかそういうのがなんかカエルみたいなのかもしれないし、テラフォーマーズみたいなゴキブリなのかもしれないし、なんかその辺は分かんないけど、でも宇宙人はいると思う。都市伝説系大好きなんだよね、面白いから。じゃあランキング読みます。13位マーニャンさん、12位ヒデツーさん、11位ヨシキさん、10位ヒカリハクエックスさん、9位リッチーさん、7位間違えました、8位ナッティーさん、7位アキヒコさん、6位ヨカヤンさん、5位スカイシーさん、4位タカさん、3位ハルタロウさん、2位メトロポリスさん、そして今日の第1位はユミゴンさんです。イエーイ、ありがとうございます。というわけで、続きましての配信は23時とかだったかな。いやちょっともう本当に覚えてないっていうね。あ、ビンゴビンゴ、23時だわ。じゃあ次が23時が最後ですね。じゃあ皆さん、23時が次ということで、23時が最後ですね。了解しました。 OK、 じゃあ次は23時にお会いしましょう皆さん。それじゃあまたね、バイバーイ。よいしょ。